爆弾を仕掛けるのにまだ時間が必要だ。奴らを食い止めろ。はい、どうもニーナです。今日もスターウォーズバトルフロント2プレイしていきたいと思います。ジオの攻撃側です。一歩前にね、防御側やったんですが、相手側かなりね、ATTE の使い方が残念な感じなところがあったので、ここはしっかりとね、敵側できっちり ATTE の動かし方というのをね、こんな感じでやればいけるんだよということを身をもって伝えたいと。身をもって伝えたいと思いますが、がなんですよ。これそもそも、スタートはね、この第一フェーズは攻める側の方が不利なので、ATTE の凄さを教える前に、普通に、第一フェーズでやられるということも、全然あり得ます。全然あり得ますね。全然いないね。味方が全然おらん。味方が全然おらんパターンのやつだね、これ。どうしようか。逆行ってる感じかな。逆だったら俺も合わせて逆に行った方がいいのかな。どっちに寄ってるの？味方がどっちに寄ってるか分かりづらい。まずはあれか、右か。多分ね、両方のんびりやっている余裕はないと思うんで、片方にこう集中してやっちゃった方がいいね。無駄に反対側に行って減らされたくない。ちょこちょこ切ってるってことはバリアなくてやられてると思うんだよね。しっかりと守っていきましょう。しっかりとフィールドを出していく。殴られているじゃないか。裏取りしてるのか。彼は裏取りしてるのか。いや、全然追い詰められてるね、普通に。え、こんなとこで押し込まれた。いや、裏取りしてんのか。少しでも押していくか。少しでも押していきましょうか。裏から来ると思うんだよね。多分前に行きすぎていないと思うんで、ここ。前に行きすぎていないと思うので、破られるまで粘る。破られるまで粘る。多いな。敵多いな。なんとか半分まで進めたんで、こっからしっかりとライン上げていきたい。敵いるかな。かなりの量敵がいるので、大外を回りながら、大外を回りながら再稼働スタート。バリアを張る。来てくれー。いてー、みんな来てくれー。モールナイス、モールナイス、モールナイス、モールは敵だ。モールは敵じゃないか。クエスト的にはナイスだけれども、こっちヒーローはいけるよね。出してるね。ちょっとモールを追い払ってほしいんだよな。これはひょっとしたら、いやいや、その、それにやられすぎだよ。もう一回張るか。危ない、危ない。ちょっと来てくれ。枚数が全然足りないぞ。前に出てくれ、前に出てくれ。ヒーローが空いてんの。ヒーローが空いてんのか。どうする。嘘でしょ、こんなところでヒーロー使っちゃったよ。マジで。待ってくれ。 ATT に乗りたかったんです。 ATT に乗りたかったんですけど、ちょっと俺のポンコツアナキーじゃダメだろ。渡したい、他の人に渡したい。勝利に水を差す気はないが、ドロイドがハードセル級輸送船で増援部隊を送り込んでくる。あんまりいませんか。
どうだか。ドロイド工場を奪還される前に輸送船を破壊しよう。フォースと共にあれ。さあ行くぞ。さあ行くぞか。見えます？敵。ギャンパわかんないな。通常攻撃ではダメだ。まず輸送船のシールドを落とせ。あそこにいるでしょ。どこからロックされた？君らが一緒なら花輪なんていらないな。どこ行ったのかな。敵は結構ゆるゆるっと下がってはいるよね。ゆるゆるっと下がってはいる。ドロイデカか、いるの。ドロイデカがおる。タンクがいる。あ、完全に孤立してる。入ってない。じわじわ上げていくしかないが、タンク来たね。やばいね、これはタンクが来るパターンはめんどくさい。タンクが来るパターンはめんどくさいぞ。ATT に乗りたいな、むしろ。むしろ ATT に乗りたい派。あんまり前には進んでおらず、タンクがいるんだよね。そこタンクめんどくさい。タンクが挟んできてる。ちょっとヨーダタンクめんどくさいね。できればタンクほったらかしにしていきたいんだけども、両サイドタンクっていう闇の展開。ちょっと待った、 ATT に乗りたいな。やっちまった感があるな。そして乗ってねえし、なんでここ乗ってないの。どう考えてもダメだぞ、乗ってないわ。仲間を連れてくるべき。乗ってないはまずいぞ。乗ってないはまずいんだが、乗ってないはまずいんだが、ちょっと待った、タンクATT 誰も乗らないか、きついな。タンクに、こっちのタンクにも押し上げてもらってだよね。そうだね、こっちのタンクにもプレスかけてもらって、投げてくるだろう。それはまあいいとして、まあ、多分気づいたらガードはするから、はい、詰めてくる。タンクに助けてもらう。ガーフを撃つ。はい、オッケー。趣旨が違ってきちゃってんだよな。ダメだ、シールドが復活した。なんか趣旨が違ってきちゃってんだよな。本当はこういう感じじゃないんだよな。あ、届かない。急げ、敵のシールドはまたすぐ復活するぞ。ね、違うんだよ。ATTE の素晴らしさを伝えたい伝えたいんですわ。ATTE の素晴らしさを伝えたいんですわ。なんか違う。ご遠慮だ、ちょっと離れちゃったけど。ありがとう。無力なんだよね、ドロイデカは。セーバーに対して。ここあんまこっちにいると危ないんだよな。あんまりこの下にいると危ないんだよね。ハードセルの防御が復活したようだ。ハードセル倒れてきそうで嫌だな。まだ大丈夫か、こっち側は。 ATT やられてんだよな、結構。ちょいちょい来てるんですよね。あれどこ行くんだろうか。
ったのか。なかなかね、ドミナンスが溜まっていかないっすわ。待った待った、怖い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 、倒れてきそうで怖い、倒れてきそうで怖いんですわ。てか反対側落ちてないんだ。倒れてきそうで怖いんだよね、ハードセル輸送船が。反対側も微妙に終わってないんですよね。ちょっと乗ってない感があるな。いやー、 ATT 乗りましょう。 ATT には乗りましょう。反対側も、反対側も撃ってほしいんだけどな。反対側にも撃ってほしいところ。いや、ハードセルどっちか倒してほしいな。どっちか倒してほしいんだが、倒れてきそうなのが嫌だ。倒れてきそうなのが怖いんですよ。そこは分かってほしいな。倒れてきそうなのが、ちょっと待って、これ結構後ろやばくないか。すげえ落とされてるけどみんな乗ってないのか。怖い怖い、レトリ外してんのか俺。左遷左遷、ちょっと待って、怖い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 、倒れてくるのが怖いってマジで。あ、あっち側に倒れるのか。いや、ちょっと削られすぎなんだよな。ちょっと待って、俺あれじゃなくていいんだけど、アナキンじゃなくていいんだけど。そう、偉そうなこと言ったのになんかグズグズなんだが、そもそもアナキン上手くないですからね私。全力の ATT を見せたいんですが、本当は。ありがとうございます。来ますよ、多分。ここが見せ場だぞ。砲兵のために着陸地点を確保しろ。ライン上げをしていくしかないが。いるね。かなりいろいろ来ている。裏まで何か待ってきてないか。グリーバスか。グリーバスが逃げていく。グリーバスが逃げていく。あ、ドロイデカにやっても意味ないんだった。グリーバスがいるんだ。もらったを食らっている。いて、そんな食らう、いきなりスラストサージ。何をそんなに食らった。そしてやっと本来の仕事に戻れる。いや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 、長かった。いや、もっとね、早い段階で戻りたかったです、本来の仕事に。普通にあれ出してもいいよな。てか全然乗ってないね。もったいない。やっぱあまり乗ってないんだね。戦場に ATT を下ろすぞ。こっちで渋滞しちゃってるね。早く上がりましょう。ちょっと邪魔くさいから一回一発撃っとくか。邪魔くさいから一発撃っといて、できれば方向を変えたいよね。ATT に乗り込みさえすれば、別段、恐れることなど何一つない？ないですね。いや、そのあたり打ち込んじゃえばいいのに。そのあたり、イオンチャージを打ち込んでいきましょうよ。LAAT からの報告だ。1台落ちた。うーん、遅いね。いや、もっと前出て大丈夫だよ。もっと前出てください。あの、渋滞してるんで。渋滞してまーす。やっぱちょっとまだ ATT の立ち回り分かってないっすね。そしてここをまずはスパイダードロイドを破壊するとか、そういうムーブが、ムーブが全然できてない。もったいないっすね。これ別に立ち止まって撃ってることに
ぶっちゃけた話、まるで意味がないので、本当はこう、私が軸をずらしたりしてることも、最短距離を進むんであれば、結構無駄な動きなんですよ。いや、結局こっち来るの？わざわざずらしたのにな。わざわざずらしたのに。わざわざずらしたのにこっちに来てしまう。そしてね、やっぱり TX130 が自由に動けすぎなんでね。負ける要素がないですね。まあ、このままゆっくり前進していくだけで、ほい、楽ちんですね。全然あれも来ないね。全然スピーダーも来ないね。その程度の弾では死なないんですよ。あっちが撃った方が良かったな。共和国の砲兵隊の準備はできてる。ここはしっかりねラインを上げて、次のね次の ATT にバトンをつなげば、もうすでにね3分の1以上は行ってると思うので、 ATT がそちらに向かっている。なるほど。おお、ただ遅いっすね。この状況下でボバが後ろ回ってたとしても、反対側か、行くか。そうだね、ボバ一人ではどうにもならんからね。スピーダーが全然来ないですね。スピーダーが来ることが非常にね相手に脅威を植え付けることになっていくので、できればもう少しラインを上げてほしいところ。あ、いい位置に皆さんいらっしゃるじゃん。まあ、別に後ろから小突かれてる分にはどうでもいいっす。味方が何とかしてくれるんで。で、ダメなのはあれですね、タンクで後ろ下がっちゃうのもダメですね。結局それ、そこからタンクじゃあずっと攻撃して遠くからシージ撃ってて落とせるのっていう話ですよね。無理ですからね。で、ここを止めたとしてもまた1メモリは進んじゃいますし、まあ、こんだけね狙い撃ちされまくっていても、ほぼ止めることは不可能と。って感じできちんとね ATT を使ってラインさえ上げていけば何の心配もないですよね。そして取りに行くんであれば、もう本気で取りに行く姿勢を見せなければ、このステージ防御側で勝っていくというのは非常にね難しくなるという説明をしたかったんですが、前半はなんかアナキンでジオノーシス散歩してただけになっちゃったんで困ったもんですね、と。そんな感じの動画になってしまいましたが、はい。ぜひね、やっぱ ATT が無人で落とされてしまうということが一番ね、もったいないので、ぜひ、皆さんも、しっかりね、ATT を乗って、ラインを上げて、勝っていくという動き。そして、分離主義側でやる場合は、きちんと ATT を止めていくという動き。やってみてください。というわけで今回はここまで。ではまた次回。ご視聴ありがとうございました。
また見てねー。